グレン・グールドを見守るゲレーロ。アントニオ・アルベルト・ガルシア・ゲレーロは、チリ出身のカナダのピアニスト、作曲家、音楽教師。現在では、グレン・グールドの学生時代の指導者として記憶されるが、トロント音楽院での長年にわたる指導を通じて、何世代にもわたって人材を輩出してきた。母親と兄ダニエルから、ピアノの手ほどきを受けるも、 その他については独学であった。1890年代初頭に家族と共に、ラセレナからサンチャゴに移った後、芸術家や知識人のサークル、ロスディエスに参加する。再起間発の作曲家にして有能な演奏会ピアニストとして、改革に意欲的な寄付を地理楽団に吹き込み、ドビュッシー・アラベル、シリル・スコット、スクラービン、 シェーンベルクなど同時代の音楽を聴衆に紹介した。また、サンチャゴで最初の公共楽団を創設して指揮し、また1917年のバッハ協会の設立にも活躍した。兄弟のエドワルドは音楽評論家となり、ゲレーロ自身も論文や批評を新聞に投稿している。1915年には論文集、現代の音楽を出版した。 1918年に新婚旅行でニューヨークに行き、マルク・ハンブルクの一族と接触するようになる。その招きでトロントに新設されたばかりのハンブルク音楽院で教弁を取ることになる。ゲレーロはこの申し出を受け入れ、翌1919 19年に夫人と娘を連れてカナダに移住した。トロントでは数年間マルク・ハンブルクの公認ピアニストとして、 ハンブルク30相談の一員となり演奏した。注意をピアノの演奏技巧や指導法に傾けるにつれ、レパートリーはヘンリー・パーセルから6人組までに広がった。カナダの最も積極的なピアニストとして、1920年代中頃から1950年代初頭までラジオ番組で定期的なリサイタルを行った。 定期会員制の連続リサイタルも1932年から1937年まで行った。毎年の4.5回のリサイタルではしばしば、バッハやスカルラッティ、ハイドン、モーツァルトらの無視されがちな作品や、18世紀スペインの作曲家、同時代のフランスの作曲家、ストラビンスキーが取り上げられた。また、バッハの インベンションとシンフォニアや、ゴルトベルク変奏曲の全曲演奏といった試みも、含まれ、差し詰めモンテーグレングールドの先取りといった感を、呈している。また、室内楽奏者としては、フランク・ブラックフォードや、ハロルド・サンバーグといったバイオリニストや、レオ・スミスやコーネリアス・イセル・スタインといったチェリストとも、共演した。また、10年以上にわたって、 ファイブピアノアンサンブルの団員でもあった。1922年にハンブルク音楽院を辞任してトロント音楽院の教員となる。没年まで勤め上げ、その間にカナダ屈指の音楽教師として名を馳せることとなる。ゲレーロは科目差と集中力とで知られていた。ゲレーロの権欲がもとで20世紀後半になって最も結出した カナダ人音楽家を輩出することになったのである。確固とした演奏技巧や美学は10年間ゲレーロに支持したグールドにも影響を与えた。ゲレーロは鋭い見識の持ち主で絵画やし哲学を巧みに論じた。作曲家のレーモンド・マリー・シェーファーはゲレーロについて 音楽以外の観念についても学生に見通しを与えることができる数少ない音楽家の一人であったと述解している。シェーファーはこの恩人の不法に追悼文を寄せている。サンチャゴでは多彩な作曲家として有名だった。たくさんの室内楽曲やピアノ曲の他にいくつかのオペレッタやサルスエラを作り、1908年から1915年にかけて、 チリで上演されている。しかしながら、カナダに移住してからは、1937年に二つのピアノ曲、単語単語と、南の海サザンシーズが出版されてはいるものの、教育に傾注するようになり、夫人のミルトレロセと共著で、ピアノの新しい発想法座入、アプローチツーザピアノを上司した。ゲレーロの実質原稿や論文は、 トロント大学音楽資料室に所蔵されている。ありがとうございます。